それでは、キャンディーすごいね、今日もね。じゃあちょっと聞いてください、キャンディーの祈りの言葉と、そして挨拶です。ありがとうございます。おかげさまで素晴らしい第20回の金沢文化芸術祭を終えることができます。これも皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。で、これから金沢文化芸術祭のテーマは、子どもの未来は地球の未来というテーマなんですね。で、地球の未来は子どもの未来、ぐるぐる回ってるんですが、これからやっぱりみんなで、大きい声ね、大きい声で言います。子どもの未来を考えて、みんなでね、もうちょっとね、大事だからね、ちょっとここにいてね、マイク大丈夫かな、風邪気味、くに、ちょっとマイク上げてくれるかい、大丈夫かな、もう聞こえますか、ちょっと風邪でね、OK、 上がったかな、上がったかな、大丈夫かな、うん、大丈夫ね、はい、そしたらね、ありがとう、ね、そうそう、子どもの未来は地球の未来ってことで、やっぱり私たち子どもたちの7世代先の子どもたちまで考えて、これから生きていく必要があると思うのね。それで、それにはやっぱり私たちずっとずっと昔の先人たちの知恵を学んで、そして私たち自身がもっと自然と一体化してね、自然と共存しながらこれから未来を作っていく必要があると思うの。だからそんなことで、自然への感謝の祈りという、イロコイ連邦、ニューヨーク州と、それからアメリカニューヨークだ、ニューヨークとカナダの国境の間にあるシックスネーションズ、イロコイ連邦に古く古くからつながる自然の感謝の言葉というのを祈らせてもらいます。皆さん、隣の人と誰とでもいいから手をつないで、目を閉じて自然の音を聞いてください。いいですか、私はここで肩を組んで、いいですか、もう一回言いますね。隣の人と手をつないで、目をつぶって、キャンディーのことをね、ちょっと声を聞いてください。自然の音を聞いてね。2018年9月、今日は16日、第20回金沢文庫芸術祭、この海の公園で開催できました。ここで古くからつながる自然の感謝の言葉を述べさせていただきます。じゃあ、金沢文庫のこの海の公園の自然の音を聞いてください。目を閉じて、隣の人とできるだけ手をつないで、自然への感謝の言葉。私たちを支えてくれる母なる大地に感謝します。私たちの渇きを癒してくれる水に感謝します。私たちの病を治してくれる薬草や命を育むお米や野菜など、すべての植物に感謝します。美しい歌声を聞かせてくれる小鳥たち、生きる知恵を与えてくれる動物たちに感謝します。4つの季節を与えてくれる風に感謝します。暗い夜道を照らしてくれる月や星に感謝します。毎日暖かい日差しを与えてくれる太陽に感謝します。最後に、私たちに全てを与えてくれる大いなる自然、グレートスピリットに感謝します。私たちの命は全てつながっています。ありがとうございました。ありがとうございました。キャンディーに大きな拍手をお願いします。それと、キャンディー、今日ね、スペシャルライブ、次郎さん、ちょっといい？あのね、今日素晴らしい、これからライブが始まるのね。村山次郎さん、どこにいるかな、次郎さんは第1回目の芸術祭からずっとずっと芸術祭を支えてくれている、とっ
っても素敵な篠笛の奏者、日本を代表する篠笛の奏者です。それとレブンカムイ、彼のとっても素敵な仲間のバンド、それからまたまたすごいのが、今日は私のとっても尊敬していて一番大好きな大好きな友達の一人でもある大倉翔之介さん、今日は特別お忙しい中をわざわざ来ていただいて場開きをやっていただきます。鼓、大鼓の奏者です。そしてもう一つもったいないぐらい素敵なねお友達、私の大好きな大好きな大高千鶴さん、 NHK の、E テレかな、それで日本語で遊ぼうね、ずっとずっと監修しているもう世界的にね有名なアカペラでも、あのモロッコのね人混みの中でアカペラでガーッと歌っちゃうってそういう方なのね。その大好きな大好きなね、あの人間が千鶴さん自身が楽器なんです。そういう大高千鶴さんが最後を飾って、多分私未来への歌声と思ってるんですが、そんな風にね今日はとってもとっても私の人生に多分二度とないようなね素晴らしいライブがこれから始まります。どうぞ最後まで最後まで聴いてください。ありがとうございました。いや、キャンディーに大きな大きな拍手お願いします。風を押してね今日来てますからね、本当にどうもありがとうございました。それではおー、危ねえ危ねえ。それでは、最後のスペシャルライブ村山